こんにちは、速稼塾の久保です。ミスター舞山様へのメッセージをお届けしたいと思います。前回メッセージの中でご質問いただいたのは、マイアミの、ね、治安と言語ですよね。まずは言語なんですけども、基本的にはインドネシア語なんですよ。ですのでアルファベットがいっぱい街中に見かけられるんですけ ど、アルファベットなんですけどもインドネシア語なんで全然読めないですね。それから使う言葉もインドネシア語ですのでちょっと困ったもんだなと思いつつ、英語もまあ、片言の英語でね、なんかコミュニケーション取れるんですよ、お互いに片言で。あと日本語もきっちりね分かってくださいますので、無理に英語を喋ったりインドネシア語を話す必要はないかなというところでございます。どちらかというと街の方とかは日本語で話しかけてくださいます。まあ、もちろんね上手ではないですけどもね、十分コミュニケーションが取れたりとか、昨日夜店で買い物したんですけども十分ね値切り交渉したりとか、本当思ったより困らないなっていうところが一つです。あと治安なんですけども、インドネシアのバリ島はむちゃくちゃ治安はいいです。もちろん危ないところはありますけども、基本的に危ない目に遭うことはないですし、みんな穏やかですよね。で、日本人観光客の方はものすごくね喜んで歓迎してくださいますんで、何も困ることはないかなと思います。ただやっぱり一番最初はいろいろとね手配の面とか渋滞の面とか宿泊やあと食べ物の件がありますんで、やっぱりね誰かに案内していただいた方がいいかなと思います。特に水なんですけども、日本に慣れていると水をねその辺から水道から出てるのとかお風呂で口の中に水入れるっていうのはあんまりお勧めしないです。水道水はお腹を壊す恐れがありますんで、基本的にはペットボトルの水をホテルにも備え付けがありますんで、それを飲んだりとかね、ミネラルウォーターで、歯磨きをするみたいな習慣になってきます。だから治安よりも衛生面ですね、どちらかというと食べ物とか飲み物とか気をつけた方がいいかなと思いますよね。で、フロリダ州のそして全米のですね宇宙人とか UFO の情報を、ね、ちょっと検索していただきましてありがとうございました。私も、ね、幼い頃岩尾偉人さんの、なんか水曜スペシャル木曜スペシャルみたいなのを見てかなり興奮してワクワクしてね、いろいろ調べたりしたもんですけども、当時ね矢尾純一さんはアメリカにバンバン出るみたいなことを言ってたんですけども、こうしてみると失礼しました、アメリカだからバンバン出るっていうよりもアメリカの目撃情報らしきものを集めて、オカルチックなものを集めて裏付けのないままテロップをつけて音楽をつけて日本で販売っていうかねテレビプログラムを作っていったっていうのがその実なんじゃないかなと思いますよね。まあでもかなり人気だったんで、エンターテインメントとして良かったけども、実際に宇宙人の乗った円盤が来てるかどうかっていう確証は未だに取れてないかなっていうところですよね。はい、それではですね、今回ミスターマイアミ様にまたねお伺いしたいことがあります。それですね、インドネシアを見てきて思ったんですけども、インドネシアではものすごくね活気があります。で、物が足りないんで、これからエアコンにしても冷蔵庫にしても道路にしてもいろんなものが足りないですから、これからどん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 発展していくと思います。で、あと発展していくと同時にエネルギーも行き渡っていなかったりしますから、労働者もねこれからどん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 給料が上がっていって求められるようなそんな国になると思うんですよね。で、日本ではどちらかというともう生産が頭打ちでどんなものをやっても市場が塞がっていて、今からの新規参入は相当難しいというところがあります。で、その中で私思ったのは、ね、インドネシアで空手道場とか柔道場とかね剣道とかっていうこういう習い事はどうかなと思ってるんですよ。で、そこでマイアミの方にはそういったね自分の身を守るための格闘技ですとかダイエットのためのボクササイズみたいなねそういうプログラムをやってるところっていうのはあるのかなと思っちゃいました。最近はね武道とか格闘技もどちらかというと健康のために使うっていう風になってきてます。エンターテインメントの一部という風にね、だから戦いの一部とか身を守るためとかね、なんですかね、なんか大会で勝利するためではなくって健康のためとかに重きを置かれているのかなとか、ファッションの一部になっているのかなって、もちろん悪いことは全然ないと思いますんでね、そういうふうな形でどんどんこう広まっていった、いろんな形になってきたってことが感じられますけども、マイアミの方ではいかがでしょうか。格闘技なりね武道なりねそういった習い事ってのはどのぐらいこう目にするものなのかなと思っちゃいました。それでは今回は以上です。失礼します。